モントリオールのオリンピックスタジアムの傾斜塔。傾いた建築物は意図的に傾けて建てられた、または自然に傾いた建築物である。世界で最も有名な傾斜塔はイタリアピサのピサの斜塔であろう。ただし、この塔は元々は傾いていなかったし、傾くことを意図していたわけではない。 ズール風前の斜塔は自然に傾斜した塔としては世界一であり世界的に有名なピサの斜塔よりも1.22度傾いていたことで世界一傾いた塔としてギネスブックに認定されたこともあり現在も意図せず傾斜した塔としてギネス記録を保持している高さ25.705メートル傾斜角5.1939度である世界一高い傾いた塔は カナダ・モントリオールのオリンピック・スタジアムであり、その高さは約175メートルである。傾斜角が世界一のビルはアブダビのキャピタルゲートビルで高さ160メートル、傾斜角18度である。スペイン・マドリードのプエルタ・デ・エブローパはツインタワーが揃って傾いている。ドイツ EN、フィリンガン・シュベニンガンにあるモール EN、シュバルツバルトバーセンターの屋根を支えるために、 用いられている。山の斜面に設置される送電灯は傾いて建設されることがある。このような傾いた送電灯はフーバーダムやスイスに多く見られる。傾いた灯はロープウェイの支柱を支えるために用いられることもある。ありがとうございます。